スマホ老眼の改善法として、いい方法としてホットアイというのがあります。これ何かと言いますと、タオルを軽く絞っていただいて濡らしてですね、だいたい600ワットの電子レンジで40秒ぐらい温めてください。そうすると大体40度前後になりますので、目をつぶって目の上にその、タオルを置いてだいたい5分ぐらい温める。これをするだけでまぶたの血流が良くなって、毛様体筋自体も、休まる、和らぐと言われていますので、ぜひやってみてください。